アルナージは、イギリスの高級車メーカーベントレーが1998年から2009年まで製造していた大型高級4ドアセダンである。イギリスのクルー工場で生産された。アルナージと、そのロールスロイス版であるシルバーセラフは1998年に導入された。これらは、ベントレお及びロールスロイスにとって、 1980年以来全く新しく設計された車となった。過去からのもう一つの革新はエンジンである。数十年の間使い続けていた 6747ccv 型8気筒エンジンは1950年代にそのルーツをたどることができる極めて急平なものであった。アルナージはコスワース製ツインターボを装備した。 BMW 製の V 型8気筒エンジンを採用し、シルバーセラフには、BMW 製 V 型12気筒エンジンが、搭載された。アルナージは、全長は5.3メートル、幅は1.9メートル、車両重量は2.5トンをそれぞれ超える、ビッグサイズヘビーウェイとあったが、4度アセダン市場で最もパワフルで速い車だった。2008年、ベントレーは、 アルナージの生産を2009年に中止すると発表した。ロールスロイスの売上の工場とベントレーブランドの復活を受け、オーナーのビッカースは1980年から販売していたロールスロイスシルバースピリット及びベントレーミュルザンヌに代わる新しいモデルを準備した。ボディは伝統のクルー工場で生産されるが、エンジンは他からの調達が検討された。 ゼネラルモーターズのノーススターエンジンやメルセデス・ベンツ V 型8気筒を含む数多くのエンジンが検討されたがビッカーズは BMW の2つのエンジンを選択したロールス・ロイス社のシルバースラフには BMW の自然吸気、V 型12気筒エンジンを使うことが決定されよりスポーティーなベントレー車には BMW の4.4リットル V 型8 気筒エンジンをツインターボ化したものを使うことが決定された。このエンジンは、ビッカースの子会社であるコスワースにより開発された。1998年の導入時、アルナージュはツインターボ付き 4398cc、BMW V 型8気筒エンジン搭載の単一モデルであり、2 6 0ットの最高出力を発揮した。2000年、 BMW の V 型8気筒エンジンを搭載した、アルナージは、アルナージグリーンレーベルと改名された。標準装備として、音声認識付きナビゲーションシステム、4ゾーンオートマチックエアコン、マッサージ機能付きフロントシート、シートヒーター、クーラー付きフロント、リアシート、ランバーサポート付きパワーフロントシート、パワーチルト、テレスコピックおよびヒーター付きウッド、 レザーマルチファンクションステアリング、電動リフトトランクリッド、プレミアムサウンドシステム、リモートエンジンスターター、リアシート DVD、エンターテインメントシステム、8連 CD チェンジャーが搭載された。オプションとして、マッサージ機能付きリアシート、電動リアシート、カップホルダーヒーター、クーラー、オートクロージャー、サンルーフが用意されていた。アルナージレッドレーベルアルナージ。 グリーンレーベルロールスロイス及びベントレーモーターズの所有権をめぐる BMW とフォルクスワーゲングループとの間の買収合戦では BMW はフォルクスワーゲングループが勝てばエンジンの供給を停止すると脅迫していた脅迫は BMW がロールスロイスのモデルを製造する権利を取得すると同時に撤回されたがフォルクスワーゲンはライバルが 長期的なビジネスパートナーとなる場合のビジネスリスクと評判リスクを受け入れられないのは明らかだった。フォルクスワーゲンはターボ R の6.75リットルオフ16バルブエンジンをアルナージの窮屈なエンジンルームに押し込んだ。アルナージはより軽く小さな BMW 製32バルブ V 型8気筒エンジン用に設計されていた。時代遅れの4速 AT と組み合わされ、 排出ガス規制に対応するための変更により、信頼性は低下した。フォルクスワーゲンがなぜ同じグループのアウディのエンジンを採用しなかったのか疑問が残るが、それは6.75リットルオフエンジンの伝統により、ファンが獲得できるためと信じられている。1999年10月、このバージョンはアルナージレッドレーベルとして発売された。同時に、 元の BMW エンジンのバージョンはいくつかの小変更を得てアルナージグリーンレーベルとして発売された。レッドレーベルよびグリーンレーベルは光合成ボディーシェルと大きなホイールとブレーキが与えられた。これらの強化は古い6.75リットルエンジンの増加重量のため必要だった。1999年のグリーンレーベルの70。 マイルパーアワーからのブレーキ性能は52メートル、後のアルマージティの性能は、同じ速度から55メートルだった。その他の変更点として、アルパイン製ポップアップ式、ナビゲーションシステム、フロント及びリアのパークディスタンスコントロール、リアシートのレッグルームの増加、電動格納式、サイドミラー、低速でのパワーステアリングのアシスト量の増加がある。 ヘッドライトのレンズカバーはガラス製からプラスティック製に変更された。ベントレーの広報部門はレッドレーベルの古い6.75リットルエンジンへの回帰は顧客の需要のためだと主張した。これは正直な説明とは言えなかったが、いくつかの自動車雑誌では受け入れられた。彼らは BMW エンジンを批判し古いエンジンの復帰を歓迎した。 BMW 搭載のアルナージは、技術的によりモダンで、燃費もかなり良く、DOHC32 バルブとツインターボ、そして、ボッシュのエンジンマネジメントが組み合わされていた。対照的に古いエンジンは、オフ16バルブとシングルターボ、そして高度とは言えない、エンジンマネジメントが組み合わされた。最終的に、 レッドレーベルの出力は増加され、0から60マイルパーアワー加速時間は、グリーンレーベルより短縮した。しかし BMW のツインターボユニットはレスポンスが、よく DOHC のためレブリミットが高く、51.1、48.9の重量配分を維持できはるかに、信頼性が高く、将来的なパフォーマンスアップの余力もあった。BMW エンジンの制限は、 z f 製5 h p 3 0トランスミッションで 560NM 以上のトルクを受け入れられず、ツインターボエンジンはそれに合わせて調整された。ビッカーズはコンチネンタルとアズールで使用するため、古いロールスロイス6.75リットルエンジンの生産をコスワースに委託していたため、古いエンジンに戻すことは当然の選択でもあった。レッドレーベルはギャレットやリサーチ製。 T4 シングルターボを搭載した古い V 型8気筒エンジンにより 835NM の最大トルクを誇った。これは当時最大トルクの最も高い4度ダンだった。ゼネラルモーターズの4リットル 80E 型4速オートマチックトランスミッションもまた復活した。2001年北米国際オートショーでレッドレーベルのロングホイールベース版が登場された。 2000年、グリーンレーベルの生産が終了した。2002年、レッドレーベルが新モデルに置き換えられた。アルナージ T2001 年、アルナージのホイールベースを 250mm 延長したアルナージ RL が登場した。全長はリアドアと C ピラーの部分で伸ばされた。標準モデルではリアホイールハウスはリアドアフレームと隣接しているが、RL では 数センチメートル離れている。結果的に鉱石の空間が広くなった。このように車体の二つの主要ポイントで延長する。方法はアメリカでは、ダブルカットと呼ばれる。オーダーメイドモデルであるも用意されており、各 RL は、顧客の要望に応じてカスタマイズされる。RL は、アルナージンの新シリーズの第1号だった。これは、BMW エンジンの搭載を前提に、 設計されていたアルナージのエンジンを変更したことに伴う信頼性とパフォーマンスの低下を補う作業に他ならない。RL はまたオールニューのファントムでロールスロイスブランドの復活を狙っていた BMW の試みに対しより確実性があることを示している。ホイールベースは 3336mm から 3566mm。 そして 3844mm であり、後者2つは 100mm、ハイルーフとなる。3844mm モデルは前後ドアの間が延長されたアメリカのリムジンスタイルである。ハンドリングを保つため、サスペンションは重量増に合わせて再調整された。多くの RL は顧客を反映して走行付きでオーダーされた。 フルビー六パッケージは、小銃や手榴弾にも耐えることができ、二十四万三千ドルから三十万ドルで提供された。RL は二千六年まで生産された。RL に搭載された六点七5リットル V 型、八気筒エンジンは、完全に作り直されたバージョンである。レッドレーベルに搭載されたエンジンは、ターボ RT に搭載されたエンジンを急遽改良したため、 完全に満足いくものではなかったが、RL では、古い6.75リットル V 型8気筒が完全に、作り直された。エンジンのパーツの半分は、完全に作り直され、古いザイテック製のエンジンマネジメントシステムは、ボッシュ製、モトロニック ME7.11 に変更され、大きなギャレット製、T4 ターボチャージャー1機は、小さな T3 ターボチャージャー2機に変更された。 新しいエンジンの最高出力は 298kW、最大トルクは 835Nm に達し、将来のすべての排出ガス規制をクリアできると言われた。最後に、モダンナツインターボエンジンを搭載するアルナージは、1998年にアルナージのために開発されたコスワース、BMW エンジンのものと同様の電子、制御システムが搭載されている。 2001年にフォルクスワーゲングループのエンジニアにより開発された RL 用の新しいエンジンは1998年に最初のアルナージに搭載された BMW の V 型8気筒エンジンと同じ出力となっている。2002年、レッドレーベルはシリーズ2にアップデートしアルナージ R となった。アルナージ R は RL と同様にギャレット製。 T3 ターボチャージャーを2機搭載する。アルナージ T もまた2002年に登場した。ベントレーはデトロイトモーターショーで最もパワフルなベントレーであると主張した。アルナージ R と同様にツインターボチャージャーを搭載していたが、最高出力は3 4 2キロワット最大トルクは 875Nm に達した。 アルナージ T の例から60マイルパーアワーは5.5秒。最高速度は時速276キロメートルと主張された。アルナージ R とアルナージ T のすべてのモデルのホイールベースは3116ミ、mm、リメートルである。2005年、アルナージシリーズのフェースリフトが行われ、コンチネンタル GT に似たフロントエンドが与えられた。 ベントレーステートリムジンは2002年のエリザベス2世在位50周年記念にベントレーが製造した公式業事用車両である。アルナージ R から改良が加えられた6.75リットル V 型8気筒ツインターボエンジンは 296kW の最高出力と 835Nm の最大トルクを達成した。2007年モデルでは エンジンレスポンスを向上させるため、ギャレット製ターボチャージャーは、三菱製の低管性ユニットに置き換えられた。エンジンは、コンチネンタルシリーズに搭載されている6速の、ZF 製オートマチックトランスミッションと組み合わされる。アルナージ T の最高出力は 373kW、最大トルクは 1000Nm となり、アルナージ R の最高出力は 338kW。 キロワット、最大トルクは 875Nm となった。アルナージ T の例から60マイルパーアワー加速は5.2秒となり、最高速度は時速 288km となった。アルナージ T アルナージ R 及びアルナージ RL2006 年、ベントレーは、クルー工場の60周年を記念して、ダイヤモンドシリーズを販売した。 主に、米国向けに60台の車が計画され、ウッドのダイヤモンドの造眼、ダイヤモンドキルトのレザーシート、ステンレス構成のフロントバンパー、特別な19インのアロイホイール、フェンダーのユニオンジャックバッジが搭載された。2008年9月、150台のファイナルシリーズを、最後にアルナージの生産が2009年に中止される、ことが発表された。ファイナルシリーズは、 アルナージティのパワートレインを採用しており、前述のツインターボ6.75リットル V 型8、気筒エンジンが搭載される。最高出力は3 6 8キロワット、最大トルクは 1000Nm である。ZFC6 速オートマチックトランスミッションを経由して、後輪を駆動する。その他、特別な20インアロイホイール、引き込み式フライング B。 マスコット、ボディ同色ヘッドライトベゼル、暗い色調の上下グリル、フロントウィング下部のインテーク、ジュエルスタイルの給油口キャップ、特別なバッジが搭載された。マリナーによって設計されたインテリアは、ファイナルシリーズのキックプレート、アロイ削り出しペダル、独自のクロームトリム、後部座席のカクテルキャビネットと2つのピクニックテーブルを備えている。 4つの特別な傘が付属しており、ナイムオーディオ製の1000ワットプレミアムオーディオシステムが搭載される。外装は42色から、インテリアの革は25色から、ウッドパネルは3種類から選択できる。またオーダーメイドの色も指定できた。ファイナルシリーズベントレーの V 型8気筒エンジンは50周年を迎えた。2009年版のエンジンは1959年に、 ベントレー S2 に搭載されたエンジンと同じデザインに基づいている。しかし、2008年版のエンジンは1950年モデルとパーツを共用しておらず、最後の共通パーツは2005年に置き換えられた。エンジンが最初に発表された時の広報資料には、最高出力と最大トルクは十分としか説明されていなかった。 現在のツインターボ付きオールアルミ合金エンジンは2.5トンという、車重にもかかわらず0から60マイルパーアワーを5.3秒で、牽引する。ベントレーのヨーロッパでのテストによると、燃料消費量は、市街地では、平均10メートル PG 未満、高速道路で20メートル PG 以上である。2009年9月、後継モデルであるミルザンヌが、 ペブルビーチコンクールデレガンスで発表された。2005年1月17日、ロサンゼルスオートショーでコンセプトカーとしてアルナージコンバーチブルが展示された。2005年4月、ベントレーはこのモデルをクルー工場で生産し、2006年春に販売すると発表した。ベントレーはまた新しいモデルはアズールと名付けられ、同社の大型4シーターオープンカーである。 旧アズールを置き換えると発表した。新アズールは6.75リットルツインターボ V 型、8気筒エンジンを搭載し、最高出力は335キロワット、最大トルクは 874NM、最高スピードは時速280キロメートルに達した。アズールの北米での価格は32万ドルである。2010年、ベントレーアルナージは、 ベントレー・ミュルザンヌーに置き換えられた。親会社が別々となったため、車の設計は今は、ロールスロイスから完全に独立している。トーマス・クラウン・アフェアのリメイク版で、アルナージは、ピアース・ブロスマンの車として紹介された。ありがとうございます。